引っ越し先の隣のおじいさんは昔飛行士だったそうです。王子様と会った話を聞いてほしかったんじゃ。今日のお勉強はもう終わったの？あ、まだ終わってない。大人ってとっても変。大切なものは目に見えないんだ。いつか王子に会いに行きたいんじゃ。リトルプリンス、星の王子様と私。